海江田経済産業大臣は消費税を引き上げる前に衆議院を解散し、国民に信を問うべきだという考えを表明しました。提案を得た上で、やはり国民にですね、こういう形でやりますと、ご理解をくださいという形で、解散をやって、そしてその後に、実際に、しかるべき日にちから上げていくというのが筋ではないだろうかと。消費税引き上げをめぐっては、藤井官房副長官が昨日、自民党政権の下での法改正を引き合いに、2011年度中に法整備すべきだという考えを示しました。法的整備が今年度中に行われるとご発言されることは、法律にのっとった主張なご発言であると。その上で、6月までに政府与党案をまとめ、その後に与野党協議を行う考えを示しています。菅総理大臣はこの問題に政治生命をかけるとしていますが、消費税増税をめぐる議論は与野党の出方によっては解散時期も絡んで、今後の政局の火種となりそうです。